はい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 、乗ってまいりました。乗ってまいりました。乗ってまいりました。どういうこと？はい、3つ目ですからね。第3弾来ました。はい、皆さんこんにちは。やだの第3弾ってやる人。あ、3弾ですか。やなんだけど。やだんだね、うん、はい、ということで私たちもね、RX8 がオーレテンから帰ってきました、はい、ということで細かいパーツをつけて完成ということで、はい、今回つけるのはですね、どうしようかな。どうしよう。前回 GT ウィングに、前回 GT ウィング、前回がマフラー買った。マフラー何いく？室内行っちゃうか、まあやっぱ外から攻めていくか。めんどくさいのどれ？これ、まあちょっとめんどくさい。これはまあまあめんどくさい。もう今日やりたくないでしょ。これもまあ結構両面テープがここに全部貼るとこから始まるから。嫌でしょ。嫌でしょ。一番簡単これか、これか、うん、これセットでいこうかな、これはね、うん、ちょっと豪華な2本立てですから、うん、めんどくさいのは後回しにして OK なの。もうそれだ。出ちゃいそう。いや、何が。これ、行ってみるじゃん。じゃあこちら行きます。それでミラーやるとね、全部向こう側映んで、お色直しようだから。ちょっと青いからなんかね、血色悪いみたいな。じゃあこれとこれ持って行きましょう。だから映したらダメだって、そっち。なんで？全部映るって、そっちキッチンの汚い奴らが。よし行くぞ。よし行くぞ。これ何なんだろうね。我らのつける予想はこの屋根になる、うん、あ、そうそう、こんな感じ。こんな青いんだ。こんな感じ、こういう感じ。うん、なんか埃がすごい。カメとマリナ。はい、行きますよ。ここが危ない。ちょっと危ないよね、ここ。はい、こちら気をつけてください。ありがとうございます。足元ね。もう第3弾第3弾なんで、もう手慣れたものですね。行きましょう。はい、またかっこいいライトに、かっこいいエイトに。やっぱ白だから余計さ、神々しいね。やだな、ちょっとなんかキサラズとかにいそうな、そういう座り方で。何？違う、ちょっと、うん、じゃあいきます、はい、こちらはね、もう分かると思うんですけれども、ブルーレンズかなと、はい、ブルーミラーになります。あの、前回もついてたんですけれども、そう、ついてたんですけれども割れちゃって、まあ、割れちゃいますよね、そんな湾曲って知らなければ。そう、なので、新しく買いました。はい、で、これつけるのと、はい、あとですね、こちら今回初めてつけます。そうだね、前回なかった。はい、初導入。グレードアップ。あのさ、目に当ててみて。お、いいじゃん、めっちゃいい。そういうのいるよね、あの。変態ものをね。変態もの？あの、テスト勉強の時にさ。なんで？なんで？あの、答え見えなくするやつみたいな。あ、そういう感じか。はい。ブルーライトカット的なね。そう。で、これは友達からもらいました。また？なんかすごいいっぱいもらうね。どんだけ愛されてんの？結構愛されてる。そこか。そう。結構愛されてる。そう。去年もらったんだけど。え？そうなの？もう1年越しですよ。うん。うん、そんな感じ。知らなかった。やっとつける。うん。で、これはね、ガナドールにつける専用のミラーバイザーみたいなので、うん、ハナドールに合ってるな、形が。そう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 。今これも売ってるのか分かんないけど。あ、そうなんだ。そう、なんか軽く調べたらなくて、ラインナップに。うん、色がないってこと？いや、もうこれ自体がないんだ。もうないかも。だから欲しくてもっていうもので、結構なんていうの、結構ワンポイントにもなるし、こんな感じ。おお、いいじゃん。でしょ？こいしょ。じゃあ座っていきますよ。あ、そうですか。ガナドールはさ、ちょっとミラーがちっちゃいじゃない。うん。で、エイトってちょっと後方のさ、視認性、うん、ね、悪いんですよ。なので、ちょっと一応ブルーレンズプラスワイドミラーになってるので、うん、つける前のとつけた後の比較もしようかな。はい。ちなみにヤフオクで売ってる、何、レンズ、レンズ、ブルーレンズ、17,000円ぐらいかな、16,800円ぐらいかな。え、2枚で。2枚で。高いよね。普通が知らんけど、あの普通のハスラーとかのミラーとかは知らんけど。高いと思う。
思ったっけーなーと思った。あ、ちなみにブルーレンズももらえもんです。あの一昨年の誕生日プレゼントでもらって、うん、であのバイザーは去年の誕生日プレゼントで同じ人からもらった。だどっちももらえもんだね。ちょっと愛されすぎてんね。愛されすぎてんな。まあいいや、つけよう。お返ししないけど。こんな感じです。こうちょっとやっぱミラーがねちっちゃいんでね。こんなぐらいを覚えておいてください。オッケー。見えてる。うん。なんかちっちゃいマリナがねミラーの真ん中に映ってた。こんな感じです。うん。じゃとりあえずつけようかな。よいしょ。はい、そうやって動かして、なんかミラーだから変な感じ。あ、けどすごい取れそう。おー、そう動かしながらやると裏見して。ああ、カナドールと同じ、違う、ブルーレンズと同じ形してる。これね、注意点、真ん中押しちゃいけないんだよね。そうだよね。真ん中押しちゃいけないんだよね、これ、うん、押したらあんまりね、バリンっていきますから気をつけてくださいね。鏡と気持ちを通じ合ってやってください。バリンっていったらどうしよう。わあ、それは辛いですね。ちょっと待って、集中するわ。はい、ちょっと待って、一回出るわ俺。あ、そう、おいしょ。かみちゃんが集中してるので、マリナのまた余談タイム。あのね、この前ね、職場で会議があってね、そこでね、思い切って発言してみたら、私はこう思いますって言ったらね、その発言がね、意外とみんなに好評だったみたいでね、その会議が終わった後にね、やっぱあんたいいね、あの違う発想を持ってるねって言って褒められて嬉しかったっていう話です。へえ、え、ついた？うーん、ついてないか。けどね、前田昔からね言われんだよ、人と違う考えを持ってるからと言われて嬉しかったっていう話です。動いてる。終わったかな。意外と簡単だけどめっちゃ神経使うねこれ。はい、じゃあ最後にこのバイザーを、ミラーバイザーをつけて終わります。今両面テープ剥がしました。あ、そう、これは両面テープでね。あ、それ汚れとか取らなくていいの。パーツフリーなんで内側は拭いております。うわ、見えない、緊張する。うわ、結構強力だから。強力じゃないと困るしね。ね、走ってるうちに飛んでっちゃったらね。ちょっと物当たっただけでポリンっていっちゃった。あ、しかもなんかロゴが書いてある。そう、歌舞伎ミラーっていう、今ガナドールって絶版になっちゃって手に入んないんだけど、うん、同じようなミラーを作ってる会社があるのね。うん、そっから出てたパーツね、今売ってるのかね。いい感じ、終わり。お、すごいじゃん。コンコンコン。あ、全然揺れないね。あ、見せてロゴ。ティッシュを下に置いてさ、歌舞伎。はい、そういうことで、こんな感じです。いいんじゃないですか。あ、いいじゃん、いいじゃん。なんかめっちゃまつげ長い人みたい。確かに。いいじゃん。いい感じ？ちょっとじゃあ中から、マイナーの様子を見てみましょう。はい、さあ、こんな感じになりました。どうかな、大きくなったのかな、これ。けど、マリナから見るとなんかカメラは近くなったように見える。ほんと？じゃあ大きくなったんだ、きっと、うん、きっとね。こんなぐらいを覚えておいてください。いい感じ？え、それってさ、ミラー動くの？動くじゃない？そのサンバイザーつけても。あ、動かないかも、あんまり。あんまりやめた方がいいか。うん。けどさ、ブルーレンズの方がさ、うん、
え、それマリナ映ってるの？映ってる、映ってる。ブルーレンズの方がさ、あの夜さ、ライト眩しくないかもね。うん、そういう効果はあるかも。車高低いとさ、めっちゃ眩しいじゃん、うん、眩しい。よかったじゃん。イエーイ。ということでですね、ミラー越しに今回の動画は終了したいと思います。神経使ったね。割らないようにね。今回の動画ではこのガナドールのブルーレンズ、うん、そして歌舞伎ミラーから出ているミラーバイザーっていうのかなを取り付けてみました。ということで今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いいじゃん、取れないか心配だ。